はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりおいでございます。茂明様、ふふん様、正弘様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。昨日ですね、北朝鮮による拉致被害者救う会さんの署名集めやったんですけれども、まあ現場でですね、こんなんで悪いんだけどなんですね、こういうのに、お金包んで、いただいた方もいらっしゃいまして、誠に誠にありがとうございました。3月27日1時半集合 NHK スクランブルデモ開催いたします。ご参加くださってですね、このデモ俺も言ったけどテレビニュースされんかった、1秒も放送しなかった、ですね、歴史の証人になってください。1時半集合場所は巣鴨プリズン跡地がですね、東池袋中央公園っていうのになってるんですけれども、そちらの方に、よろしくご参集ください。寒い中、昨日は拉致被害者池袋西口署名活動に多くの方がお集まりいただき、誠にありがとうございました。江東区支部長藤川に、ずっと持っててもらったですね、募金箱に14万円以上の募金があったようです。こちらですね、そっくりそのまま渡しちゃった篠原さん、篠原丈一郎さん、の報告なんですけれどもね、篠原丈一郎さんを通してですね、映画「恵みへの誓い」、まあ、こちらですね、現場でこちらのチラシも配ってらしたみたいなんですけれども、の宣伝活動と、特定失踪者問題調査会の短波ラジオで北朝鮮に呼びかけるっていう活動の資金になるそうであります。まあそっくりそのまま渡しちゃったんで丸投げしちゃいましたけれども、北朝鮮とその手下の旧社会党や共産党、朝日新聞や毎日新聞、全部のテレビ局にとって都合がいいのはですね、時間ばかりがいたずらに過ぎ去って、この大誘拐事件、全部で1000人ぐらいもさらわれてる大誘拐事件が風化しちゃって、口にする日本人が減ってしまうことが北朝鮮とその手下どもにとって都合がいい、そうはいかねえ、そんなこと許さねえ、拉致などないって言い放ったですね、土井孝子社会党党首の弟子の福島瑞穂がまだ生きてるみたいであります。前回の選挙で得票率 1.77% しか取れなかったため、夏の参院選でですね、比例票 2% 超えないと政党消滅の危機だって、まあ政党っていうか公党っていうんですか、公の党として消滅、まあ政治団体としては残るんでしょうけれども、まあ政党助成金もらえない立場に転落するってことですね。福島瑞穂66歳、本当に正念場だなんて昨日あたり、一昨日あたり言ってたみたいですけれども、ネットの反応です。まだあったんだこいつら、いっつも正念場なのな、サルーマ未練大会を招集するです。地方議員が立民に行っちゃったもんね。お前とこ具体案がなんもないだろ。瑞穂が党首って時点でオワコン、オワコンという言葉ももったいない連中。2% 以上得票していたことが恐ろしい。北朝鮮の支援が減ったんだろう。あ、それ考えられますね。北朝鮮も金欠で、社民党に回す金減っちゃって、そのまま得票率も減っちゃってる。何しているところなのか全然わからん。主に反日活動をやってます。社民党はですね、主にですね、日本人に損をさせる運動を日頃一生懸命やっておりますね。共産社民党でいいんじゃないか、もう立憲社会民主共産党になれと、何が何だか分かんなくなってますけどね。社会党の亡霊そろそろ成仏してくれ、次は共産の、共産も消滅して、いうことですかね。拉致被害事件が確かにやったことですね、徹底的に隠蔽したのが当時の社会党と共産党と
テレビ新聞であります。消えた社会党からですね、戦国義人や江田さつき、赤松博隆、松本龍、越石東、岡崎富子などが民主党に、滑り込んでおります。今は赤松ぐらいしか生きてないのかな。何らかの罰が当たって、皆さん今はいないみたいですけど、なので現在の立憲もですね、社民もですね、まあ社会党の後継って言ってもいいですわね。反日工作組織っていうか、まあそんなようなもんですよ。拉致被害者救出署名活動を邪魔に思う連中って、見てもいいと思います。社民党と立憲ね。福島みそ、いつの間にか66歳になってました。サルーマ見れんだろ大会で笑い取ってる場合じゃねえな。沖縄の反戦運動に現金や弁当やワンカップを差し入れしてる場合じゃないね。正念罰になったらね。夏の参院選は私も出る予定ですが、まあ社民党は消滅でしょうね。3年前に 1.77%、でこれ以上増えるとはどうしても考えられないんでね。地方議員、社民党名乗ってた地方議員もごっそり立憲に行っちゃったしね。左翼っつうかね、情弱洗脳層の数が減り続けてるしね。まあこれテレビ左翼、テレサヨなんて言いますけど、まあまあワイドショーとか、そういうのをですね、何の疑いもなく見てたら自然と左翼になっちゃいますよ。テレビ新聞が必死で日夜洗脳を続けてますけど、まあそもそもそれをですね、若者が見てくれないっつ悪循環。テレビしか見ない人と私の動画の視聴者さん、この動画見てる方たちの情報量の格差がすごくなってますよね。知んねえ人は本当に何にも知んねえ、そんなこと知らなくても生きていけるんだみたいな感心するほど何も知んねえですよね。ある意味分断が起きてますね、国民の間にね。私の動画見てくださってるような方は、おいくつになってもですね、情報量が豊富でしかも賢いですよ。まあ、テレビしか見てない人が賢くなくなるのは、まあ、当然としてね。テレビばっか見てるとバカなかな。それその通りであります。毎日新聞の OB が3人ぐらいでやってる調査会社、社会調査研究センター発表、我が国の安保について不安を感じる 41%、 強く不安 46%、 合計 87% が不安と、不安を感じない 11%、 幸せな人だろうな。全然不安じゃねえんだって。こいつら一体どういう脳みそしてんだかわかんないですね。まあテレビしか見てないんだとは思いますけれども、ネットの反応です。毎日が国防を煽ってくるとは、毎日にしては変な発表だな。数字いじってこれなんだろう。まあ不安だって言って 87% って、発表してますけど、本当は 95% ぐらいだったかもしれないな。急上信者が 11% もいるのか。国連や安保理が全然役立たずって分かったし、ウクライナ終わったら北海道やで、むしろ北方領土を奪還するチャンス。野党も与党もこの数字を出して議論しろって言わないと、賢い国民に比べバカ岸田は核共有議論も止めている。スパイ防止法と共産党の違法化ぐらいから始めないと、ことここに至っても議論から逃げ続けてるのは基地外左翼と、基地外左翼か外国のスパイと。安保が不安 87%、 ロシアの盛大な自爆で目が覚めた方も多かったのかな。そうだといいけどな。不安を感じない 11%、こいつらですね、まあテレサヨの立憲とか共産とか社民の支持者と思われますけれども、どっこの政党調査支持率調査でもですね、立憲共産社民令和の特定政党特定左翼政党の支持率合計は
毎回毎回10から 13% ぐらいに揃っております。まあ、テレビしか見ない人は年齢があの上の方から毎年 1% 程度入れ替わってるはずなのに、ここ何年もこの数字変わんないんですよ。しぶといなぁ、本当にな。ある時からドドドドドって減ってくんだろうか。 11% が突然 8% になり 5% になりってね。毎日の調査なんで数字を盛大に持ってるかもしれません。不安を感じないっていうアホな人が本当はね 8% ぐらいだったのに 11% とか言っちゃってんのかもしれないですけど、私の主張です。義務教育に地政学を導入してください。私の考え、地政学っていうのはですね、孫子、君子論、韓非子、陸東、戦争論プラス過去の戦争や紛争の研究成果を総合した学問であります。善か悪かでなく損か得かで考えるであるとか、国益のためならばどんな代役でも許される。まあ補足なんですけど、国益のためならば相手にとってどんな悪でも自国民には許される。っていう括弧が入んですけどね。実例なんですけど、旧約聖書にヨシャー記っていうのがあります。それの主人公のヨシャーなんですけど、モーゼの後継者、モーゼに次はヨシャーがリーダーやれって言われてですね、後を引き継いだ人であります。つまりイスラエルの民、ユダヤの民を引き連れたリーダー、モーゼの次のね、約束の地に入るべくエリコ、まあ、ジェリコとも言いますけど、英語読みだとジェリコですね、の町を攻め滅ぼし尽くし主に捧げよと命令を下し、遊女ラハブを除く乳児を含む老若男女全員と家畜を皆殺しにいたしました。で、全員殺したっていう家に、処理済みだっていう印に玄関に家畜の血を塗って回っておった。同時に愛の町の住民1万2000人を皆殺し、乳児も含めて、どんな高齢者老人も見逃さず皆殺し、調子に乗って全カナンを制圧、多分これも皆殺ししたんだと思います。土地をですね、ユダヤ十二族に分配分け与えたと。ユダヤの民にとっては英雄ですよ。ヨシャー記なんですって、書物が残ってるぐらいだね。でもカナンの人からしたら悪鬼羅刹でしょうよ。悪鬼羅刹なね、滅ぼされる側からしたらね。何が言いたいかというと、まあ正義が変わるってことですね。まあ大概の戦争は正義と正義のぶつかり合いでして、まあ今回ロシアが侵略に踏み切ったものもですね、何らかの正義があんでしょう、連中にとってのね。まあウクライナはですね、自分たちの土地を守るっていう正義、大正義がありますけどね。まあ宗教戦争なんかはですね、正義と正義のぶつかり合いの典型であります。むしろですね、この土地が欲しいなんていう戦争よりも、お互いが決して引きませんので悲惨な結果になりがちと。この土地を得るメリットよりも、もう被害が甚大で割に合わねえなんていうと引く、撤退するんですけどね。宗教戦争ではお互いがお互いの神かけて戦うんで、まあ悲惨な結果になりがちと。結論ですが、まあ事実がどうとか、ウクライナとロシアどっちが正義とか、我々日本人にとっては全く関係ないですね。ロシアのウクライナ侵略がうまくいっちゃうとですね、調子に乗ったロシアが北海道を、中国が沖縄を盗むため侵略を開始する恐れがあると。なので我々日本人にとって何が得かって考えた場合ですね、
ロシアは徹底的に敗北してですね、さらなる侵略の余力、北海道に攻める元気なんか残ってねえぐらい、国家消滅の瀬戸際まで追い詰められる、あるいは国家が消滅する、中国がそれを横目で見てて軍事侵略を諦める、ことが我々日本人にとって得ですよ。なんて言ったってウクライナは隣国じゃないんですから、ロシアは隣国ですけどね、ウクライナがどんな凶悪であろうと一応ね隣国じゃねえからあんまし関係ない、日本人にとっては、日本と日本人にとってはね、ロシアと中国の軍事侵略を待ちわびる外観誘致主義者どもが盛んにロシア擁護とウクライナのディスリーやってますけど、そこじゃねえから、そうじゃねえから、どっちが悪とかどっちが善とか関係ねえから、損とか利益とかそんなの考えないといけないですよっていう学問が地政学であります。幸福を進める毒されテレビコメンテーターどもとか琉球新報とか、まあ橋本徹なんかが代表曲でしょうか、今でもやってんだってね橋本徹ね。で苦しい言い訳っていうか苦しい論理を展開してテレビ番組で共演者に失笑されてるみたいなんですけれども、友愛とか言って日本人に損させようとしたのが畑山幸雄ですよ。今でもやってるみたいですけど早く消えろって話、球場外交で日本を守ろうとか言って日本人に損させようとしてるのが C 和夫ですよ。この球場外交にはね誰も騙されてないようで、まあめでたいことなんですけどね。大分県別府市のイスラム教団体が、日の出町に土葬墓地を作る計画を立てました。建設予定地に隣接する、これなんて読むんでしょう、キネチク市って読むのかな、地名わかりません、難しくって、隣接市の住民が水質汚染を理由に中止を求める陳情を市議会に提出と、市議会全会一致でこれを採択と、その通りだ、心配だ、いうことになったんでしょうね。まあ隣の市での議会の採択ですから、まあ別府市に影響を及ぼすかどうかは分かんないですけれども、ネットの反応です。生仏が埋まってるって怖いわ、遺体は火葬っていう日本の法律に従え、いきなり人骨が出てきたら子孫がびっくりする、土葬なら自分の国でどうぞ、祖国に送ればいいやん、日本は砂漠の国じゃないんで、他国の文化を理解する連中じゃないと。まあ人に不寛容を求める割に自分らは不寛容なのな、仮想は嫌だって大声で言って、ここ日本なんで、人ん家行ってですね、カルピスは牛乳割りじゃなきゃダメだとわめくのと何が違うんだ、どっか違うとこあんのか、イスラムの皆様はですね、日本はこのように不寛容な国なので住むには適してません。どっかね寛容な国ありますんで、日本より高温多湿じゃなくて土葬ダメって言わない国ありますんで、そっちの方行った方がいいですよ。高温多湿の日本の国土はですね、ほっとけばミイラになるようなってことは違うんでね、一つ認めたら次々新たな要求していくんでしょ、分かってますよ、町に一つ必ずモスクを作れとか言い出すんでしょ、それをですね変なお辞儀流行らそうとしている連中も加担すんでしょ、それも知ってます。連中が目指すのはですね文化の破壊ですんでね、なんでこういうことするのかというと、それまでの価値基準を破壊してですね、自分らに都合いい価値観を押し付けることに成功したロシア革命や文化大革命を目指してるんでしょうね。なので日本の文化を
なるべく破壊したいっていう連中が活動しております。変なおじぎ腹らそうとしたり、日本古来のイベントとか否定してみたり、あとアイヌですか、アイヌ、アイヌで税金引っ張ろうとしたり、そういうことやってる連中は等しく日本人の損になりますんでね。まあ眉唾で、見ております。というわけで27日デモありますんで、よろしくご参加ください。デトックスジャパン。